こんにちは。アマゾンサポーター、堀宏です。先日のサポートメルマガで、自己発送と FBA 販売を組み合わせている出品者は、ホリデーシーズン中、またはホリデーシーズン明けにいなくなりますというね、報告動画、記事を書いたんですけど、その時ね、もう5年間、自己発送プラス FBA でやってると、あるいはね、はじめ、 自己発想でやってて FBA を足したのかもしれませんけど、まあ、いずれにしても2019年から取り組んでる人がね、自己発想と FBA 組み合わせてるというのをね、その出品者をちょっと報告いただきましたんで、まあ何を狙ってやってるのかなと思って分析してみました。まあ、結論としてなぜやってるかそのプラスになる理由は全くわからないんですけど、まあおそらくプラスになる理由はない。ただ、 まあ自己発想から始めたんでね、自己発想も続けてるか。もしかしたら、この人が自己発想プラス f b a 販売すると稼げますと言ってノウハウを発信してる人なのかもしれない。ただ、依然してもね、その辺の状況はわからないんで、見えてる状況からわかる評価数を元に、どれぐらい稼げてるかというのをね、ちょっと分析、予想してみました。私はアマゾン販売12年間、オーストラアマゾン室、 ね、7年間サポートし続けているデータをもとにサポートしています。まめに報告して、素直にアドバイスに従えば効率よく稼げます。自己流で取り組んで検討している人でも、私にアドバイス、私のアドバイス通りに実践した会員さんの10分の1も稼げてません。というね、結果、結論。まあおそらくこの予想は間違えてないですね。あの、特に不自然なことをしてない限りはね、え、取引件数もおおよそ、まあ、 取引件数と、ね、評価の件数はおよそ比例しますし、まあ、マイナス要因はきっちり、ね、マイナスとして出ちゃうはずですから、まあ、この自己発想と、ね、FBA を組み合わせてやってる人は、まあ、私の会員さんの売上でいうと3分の1、で利益でいうと、まあ、おそらく10分の1以下ですけど、ひょっとしたら利益ない可能性もあるというような結論になりました。 こちらがね、自己発想で取り組む出品者の利益予想です。まあ、自己流でやってるか、もしかしたらこの方が誰か別な人にね、こういうのでいいんじゃないかというので教わってる可能性もありますけど、ただね、大して儲かんないのに5年間やる根性のある人ってあんまいないんで、おそらくこの人は、まあ、自己流でやってるか、ノウハウの発信者なんだと思います。まあ、取引件数、1年間で100件。 で、100件に1件評価がついたとして計算すると、大体年間の取引件数は1万件。一方、私の会員さんは1年間で評価300件。で、取引件数は3万件。まあ、これよりちょっと多いですけどね。計算を単純にするのに100件に1件ついたとして計算しています。そうすると、私の会員さんの売り上げが1億円。そして、利益は2000万円なので、まあ、売り上げは3分の1、ね、3300万。 ところが、利益は3分の1では収まらず、おそらく5%、あるいはそれより低い、ね、今出てると思った利益は将来の返金とかでなくなる可能性が高いということを考えると、まあ、もしかしたら月10万も買ってないかもしれませんし、将来的には、あるいは現時点で赤字である可能性すらあります。これ自己発送の条件としてね、えー、注文から発送まで4、5日、 到着まで1ヶ月から1ヶ月半かかりますと。これ多分到着遅いと言われてキャンセルされるのを防ぐため、あるいはね、キャンセルが多いんでこういうふうにしたんでしょうけど、期日通りに届いたとしても、送りますと言ってもね、取引、えっと、届くの遅いからキャンセルしますと言ったらそれキャンセルされちゃいます。ebay みたくね、送ったからキャンセルできませんっていうのは Amazon の場合通用しません。それ考えるとね、 この超長い到着までの日付を設定していることによって、逆にキャンセルされている例は多いだろうなというふうに考えられます。それから、まあ、オーストラリアの状況多分あんまよく分かってないんですね。2年間の販売者保証が必要な商品を扱ってます。1ヶ月の返品保証だけでなく、1年と10ヶ月経った時にね、あなたから買った商品壊れましたんで保証してくださいと、直してくださいという連絡が来たら、オーストラリアの法律だとね、 え、直さなきゃいけないジャンルがあります。まあ私の会員さんにはね、それ扱わないようにというサポートをしてますけど、この方は私のサポートを受けてる人じゃないんで、ご存知ないんですね。2年間の販売者保証が必要な商品を扱ってますんで、まあ、販売後2年間はね、いつその話が出てきて、返金しろと言われるかわかんない状態です。当然アマゾンの方もね、これ保証しないで返金もしないと言えば、あの、売り上げ取られちゃいますんでね、 逃れられない故障が必要出てきます。それから FBA に入れてる、あるいはまあ自己発送でも一緒なんですけど、扱うべきでないジャンルの高額商品を扱っているので返品値のダメージが大きいと。通常ね、FBA に入れて高額品を売るとね、返品されちゃうのが簡単なんで返品されるので、自己発送でね、高額品を扱っていると、在庫リスクを減らす、プラス え、返品されにくいようにということで、高額費が使っている場合が多いんですけど、この出品者さんの場合ね、別に、定額なものを FBA で高額を自己発送というふうな分け方はしてないです。え、だから、なぜ自己発送を取り組んでるのか分かんない。まあ、おそらく初めからやってたか、自己発送と FBA で稼げますという実績を作りたいからやってるか、いずれかと思いますけど、 何しろプラスの要因はなくて、マイナスの要因はたんまりあります。なんで、利益は非常に少ないか、もしかしたら、えー、現時点でない、将来的にはなくなる可能性が高いです。まあ一方ね、えー、私のサポートを受けてる会員さんは、まあこれ、売上実績。まあこの会員さんね、たまたま同じ時期に始めたんでね、えー、5年前、2019年から、やってるのが、会員さんから報告いただいた方。で、ちょうど同じ時期に始めたのはこの会員さんなんですけど、 まあこの会社はもともとね、えー、自分で飲食店やってた方なんで、まあ、えー、割と飲み込みも早いし、売り上げもたくさん欲しいということでね、売り上げ1億円行ってますけど、まあ、いずれにしても、まあ、正しくノウハウ、私の正しいノウハウに取り組めば、まあ、それほど労どせず稼げますけど、自己流でやると大変な割には稼げないと。まあ、大変な割に稼げない場合は通常いなくなりますけど、まあ、この方は何らかの事情で居続けてると。ねえー まあ、おそらく、ちょっとしか利益でなくても、その利益で十分なのか、あるいは FBA プラス自己発送であると稼げますということでね、募集しやすい形態のモデルケースなのか分かりませんけど、いずれにしても、えー、やっぱり自己発送仕組み入れ、自己発送を扱うと利益率は減るし、手間は増えます。リスクも増えます。まあ、そんな形でね、えー 退場しますという話をしたらね、5年間もいる人いますというのをね報告いただいたんで、まあ、なぜそんな長くやってんるのか分析しましたけど、結論としてはプラスになるような要因は見つかりませんでしたけど、い、えー、続ける人は確かにいたということでね、分析してみました。また、こういう人もいました、あるいはこういうのどうでしょうかというのがあったらね、お気軽に連絡、相談してください。 アマゾンイースサポーター堀秀夫でした。